皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日もですね、またまたすごい研究と、そしてそれに基づく、まあ、化粧品というものをご紹介していきたいと思います。で、早速なんですけれども、肌がくすんでるなとか、なんか最近肌日くすみが起こってる、黄色っぽいような気がすると、そこのあなた思っていませんか？それは実は寝不足が原因かもしれません。これって今までは寝不足が起こるとですね、まあ、体には自律神経というのがあるんですね。それのバランスが崩れると。で、そのバランスが崩れることによって、まあ、肌のバリア機能が低下したり、あとは肌の水分量が減ることによって肌が乾燥する。で、その乾燥から起こることで肌がくすむんじゃないかっていうふうに言われてきました。で、私自身もそうだろうなって思っていたんですね。ただ、これ実はその乾燥だけじゃないっていうのが最近分かってきたんです。その睡眠不足で肌をくすませる原因、実はビルビリンという物質です。私はもともと内科もやってたので、先生肌が最近黄色いんですとか、なんか肌がなんかくすんでるんですって言われた時には、私たちには2通りなんか頭に浮かびます。一つは内臓疾患があるかっていう黄色み、もう一つは美容的なもの、例えば本当にメラニンが蓄積されているようなものだったり、間違ったスキンケアでちょっと炎症が起こったりとか、さっき言った寝不足だったりして乾燥から起こってくるようなくすみだったりということ、余分な糖分とタンパク質がくっついてなんか焦げのように見えてちょっとくすみを起こすっていうこともあるので、これはもう美容的なものっていうもの2種類考えるんですね。最初に挙げた病的な黄色みっていうのはビルビリンというものが関係しているんですが、これはですね、体の中にあるものなんですが、通常は肝臓で代謝をされて血液中とかにある一定の量しかないんですね。それが例えば肝機能が悪くなったり、肝臓がまあ要は機能がおかしくなってしまうと処理できなくなって、血液中にビルビリンというものが溜まってきてしまいます。このビルビリンっていうのは黄色いんですよ、そもそもの。なので肝臓がちょっと悪い人って皮膚が黄色っぽくなるとか、この白目ですねの部分が白じゃなくて黄色っぽくなるっていうことがあります。なのでそういった人を見たら、あれちょっと肝機能が悪いのかな、何か肝臓に疾患があるのかなっていうふうに思うんですね。でもこれはあくまでも病的なものであって、今まではこれは別に肝臓の機能が大丈夫な人っていうのは関係ないことだと思ってたんですよ。なので肌が黄色くなるって言われると医学的にはビルビリンって頭に浮かぶんですけども、でもこれってあくまでも病的なもの、肝臓の機能とか内臓的な疾患がない人は関係ないって言われてたのがですね、実はこのビルビリンが正常な人でも肌の黄色みに関係あるんじゃないかっていうのを研究したのが実はSK2 さんです。22から23歳の女性28人をですね集めて、24時間一睡もさせないっていう実験なんですね。無睡実験、まあ、要は睡眠をさせない実験をした時にですね、まあ、ビルビリンの量を測ったところ、血中のビルビリンの量も上がるし、肌の黄色みっていうのも上がったっていうことが分かったんです。これだけだったらまあまあまあかなと思うんですが、それの怖いところはですね、この血中のビルビリン値がある一定上がったら、それがいつもの通りに戻るにはですね5日間もかかったっていうことが分かってるんです。だからやっぱり24時間無睡眠っていうことは皆さんないと思うんですけれども、睡眠不足があればあるほど肌にはそういう黄色みが蓄積されていって、それを改善させるのには時間がかかる。なので1日こう寝不足でいると次の日よく寝たらいいっていうことではなさそうなんですよね。すごく怖くないですか？もう一つ、血中だけじゃなくてどういうふうに肌の黄色みが起こってくるかっていう、またまたさらに SK2 さんが深掘りしていったところ、世界で初めてのことが分かったんです。それがですね、ストレスが起こると表皮の細胞、要は皮膚の細胞でもビルビリンが産生されて蓄積されるっていうことまで追求できたんです。これは2020年のですね、国際色素細胞学会で、まあ、小6発表がされてるっていう、ちゃんとね、学会で論文も出されてるものになります。だからやっぱり睡眠不足が起こると、軽い肝機能障害が起こって血中のビルビリンが上がるだけじゃなくて、実は肌細胞でもビルビリンの産生が増えてしまう。これが寝不足で肌がくすんでしまうっていう原因じゃないかっていうことを SK2 さんが研究で提案というか見出してるんですよ。すごくないですか？もちろんね、睡眠不足だったりとか肌にストレスがかかった時に肌細胞がビルビリンを産生があって
ね、それでくすみが起こってくるっていうことが分かっただけですじゃあ解消できないじゃないですか。そこをちゃんと、まあ、製品化するのがやっぱり化粧品会社だなと思いました。でそれをですね解消する、まあ、要はあの肌にこうビルビリンが蓄積しないようにするっていう成分も今回 SK-2 さんはきちんと研究をしております。それがですねこちら SK-2 ジェノプティックオーラエッセンスの中に配合している SD ライトという成分になります。この SD ライトっていうものがどういう成分かっていうとですね、それは初糖脂肪酸エステルという成分になります。でこの初糖脂肪酸エステルっていうのがですね、表皮でビルビリンの酸性を阻害する、なのでできないようにしてくれる、たまらないようにしてくれるっていうようなものなんです。なので寝不足だったりストレスがかかった時に表皮のね細胞がいろんなね気ぐすみの原因であるビルビリンが作らないようにこう一生懸命抑えてくれることによって気ぐすみを起こさせないようにするっていうことなんですよ。この初糖脂肪酸エステルがこういうふうに表皮のビルビリンの酸性を抑制するっていうのもですね、さっき言った2020年に行われた国際色素細胞学会でもこちらも同じように、発表がなされているものになります。すごくないですか。もともと SK-2 って美白の研究とかっていうのがすごくいいメーカーさんなんですよね。今でいうあのナイアシアミドあるじゃないですか。ナイアシアミドっていうとシワ改善っていうイメージなんですが、実は美白の研究でいろいろずっと研究してたのがこの SK-2 なんですね。で SK-2 さんはですね90年代ぐらいからこのナイアシンアミドの研究をしていて、このナイアシンアミドがメラノサイトというメラニン色素を作るところでメラニンを作るのの受け渡しをするっていうのを阻害するっていうのを見つけて、ナイアシンアミドが美白に有効ですよっていうようなことをきちっとデータを出したのがこちらの SK-2 なんですね。なのでそういった意味ではこれにも実はナイアシンアミド入ってるんですよ。ここにはですねニコチン酸アミドっていう名前で書いてあるんですが、これはいわゆる、まあ、ナイアシンアミドのことになります。だからさっき言った黄色みを抑えるような初糖脂肪酸エステルも入っているし、従来のくすみの原因であると考えられていた、まあ、こうメラニンっていうものも抑えるような、まあ、ニコチン酸アミド、ナイアシンアミドも入っています。でそして SK-2 っていうと秘伝のタレ中のタレっていうとピテラですよね。でこのピテラもですね実はメラニン色素を作るメラノサイトっていうのはピトデみたいな形をしてこの突起をずっと伸ばしていって、突起が伸びていって肌細胞にメラニン色素を受け渡すんですよ。長いヒトデの足みたいなものが伸びて肌細胞にこうメラニン色素を渡さないようにする。なのでこの足が伸びないようにするっていう抑制作用も実はこのピテラにはあるので、美白だったりとかこうくすみを改善するようなブライトニング効果っていうのは認められているんですね。あと面白いのがやっぱり SK-2 ってピテラのことをすごい研究してるなっていうのが、今回こういう風に表皮の肌の細胞にね黄色みの原因であるビルビリンの酸性があるよっていうのを初めて見つけたわけじゃないですか。それを抑えるっていう初糖脂肪酸エステルっていうのを見つけたじゃないですか。もしかしたら自分たちの秘伝のタレのピテラにもそういう作用がないかを調べたんでしょうね。そしたらちゃんとこの、ピテラにもビルビリンを抑制する効果っていうのがあったということを見つけたらしいんですよ。すごくないですか。というか SK-2 さんの研究もすごいですけど、ピテラってどんだけすごいんだよっていう風に思いました。もしかしたら肌の中のこのビルビリンっていうのが邪魔をしているのかもしれないので、そういった意味ではこのエノジェノプティックオーラエッセンス使ってみる価値はあるんじゃないかなと思います。いかがでしたか。実はこの SK-2 のジェノプティックオーラエッセンスって今年発売されたんじゃないんだと思うんですよね。とにかく新しい製品じゃないんですよ。で出た時にはまあピテラとナイアシアミドみたいな感じだったんですけど、2020年のこの国際色素学会のものをきちんと出してからそれを発表したかったのか、それを今回こういう発表があってっていうのを研究のデータを出してきて、もう一度このジェノプティックオーラエッセンス素晴らしいですよっていうようなデータをいろんなメディアに発表していたので、まあ、改めてやっぱり製品を作ってきちんとやってるんだけども、さらにこう深掘りをしてどういう風な感じでっていうその科学的なエビデンスをやっぱり裏付けを出してきてるんだなっていうので、あ、まあ素晴らしいなっていう風に今回思いました。
ということで、やっぱりね、化粧品の研究っていうのは本当に進んでいて、思いもよらないビルビリンって、私も内科の時とか、あとは肝機能をチェックする時に見ますけれど、まさかこの美容業界でビルビリンっていう言葉を聞くっていうのはなかなか思わなかったので、すごくびっくりしましたし、確かにね、私たち、日本人っていうのはちょっとね、聞く薄みが気になる、人種なのかなっていうのも思いますから、そういった意味ではチェックしていただけるといいのかなと思いました。ということで、今日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。さようなら。